ちは。こんにちは。ボーサンダー戦闘記録の86回目です。よろしくお願いします。それでは早速ですが、マップや車両の紹介です。マップはイベリアの城の南側スタート、1拠点制の戦闘で DR は 7.3 から 6.3 のトップミドル。このマップは本来もう少し大きいですが、今回は1拠点なので小さめです。快適までの時間が短いので慎重に動きましょう。オッケー。続いて車両紹介です。今回の車両はこちら。イギリスのランク5、BR7.0 中戦車、センチュリオンマーク5、AVRE です。この戦車には過去に一度だけ乗っているので、紹介するのはゲーム内スペックだけにしたいと思います。主砲は大口径単砲身の 165mm 破砕砲を搭載。使用できる砲弾はヘッシュのみ。ヘッシュの最大貫徹力はどの角度から入っても一律で 203mm となっています。だいぶ前にヘッシュの仕様変更がされて、適当に撃っても撃破できる感じではなくなってしまいましたが、それは当てる場所を考えれば解決できる問題だと思います。昨今の惑星は自走砲などの大口径榴弾砲が増えたので皆さんわかっていると思うんですけど、基本的に正面にぶち当てるのではなく、車体や砲塔の天板、もしくは車体下の地面に当てて加圧で撃破することになります。してこの破砕砲は弾速が 259m/h とめちゃくちゃ遅く、弾道がすんごい山なりです。なので稜線を使っての直射もやろうと思えばできますね。あと弾落ちがすごいので普通に敵車両を狙おうと思うと、せいぜい 400m が限界。なのでマウスホイールを使用し照準距離を維持する必要があるんですね。私はだいたい200から 300m くらいにゼロインを調整して戦闘に出ています。あまり上げすぎても近距離の敵さんに対応できないので注意しましょう。続いて防御性。ベース車体はセンチュリオンなので装甲も頼りなく思ってしまいますが、見ての通り爆発反応装甲が正面にびっしりと貼り付けられていて、化学弾に対して圧倒的な防御性を発揮します。運動弾に対してもハイドバンが装甲の役割を果たしたり、何箇所か増加装甲が取り付けられているので意外に耐えます。最後は機動性。元のセンチュリオンが優秀なので陣地転換に困ることはないですね。数値的には普通のセンチュリオンと変わらないんですが、なんかもっさり感が増してる気がするんですよね。まあ気にしなければわかんないので、気にしないでください。そんな感じで紹介は以上です。戦闘に戻りましょう。とりあえず拠点に向かってきたけどすでに何両かマップに映ってるね。というかもう占領されてますし早すぎます。まあ先手は取られたけども始まったばっかりだし大丈夫でしょ。さあ、拠点内に敵さんが大量にいるようなので覗いてみますか。お、早速出てきた。いってー。ナイスです、ドイツブル粉砕。ふぅ、この感じたまらない。やっぱり大口径砲はいいね。ちなみに今回はゼロインを 200m に合わせて戦闘してます。この位置の光線距離的にそれくらいがちょうどいいかなって判断だよ。リロード時間を有効活用していろいろな場所の距離をこまめに測っておくのがいいですね。よし、ここからはもう狙える敵いないから少し前に出ようかな。了解です。一つ前の壁がある場所まで進みましょう。車線は多分通ってるんだろうけどあんまり見えないな。でもこの砲弾道なら倒せるってことですよね。そうだけども私にそこまでの技術はないよ。多分ここら辺。ナイスショット、トラミホルチェ爆発です。遠くなればなるほど砲弾見てから避けれそうって思っちゃう。リロード中に撃たれておじさんが二人になっちゃいました。撃破されなくてよかったけど、装填時間がめっちゃ長くなったわ。タイミング見て拠点で起こしたいですね。よし、あの敵が狙えそうかな。しっかり即拠しましょうか。装填手がいない今一発一発が大事です。あの敵はスポットついてないし私たちしか見つけてないはず。落ち着いていこう。270m ですがちょっとしか見えてないです。ピンポイントで当てるから安心して。ナイスです。キューポラに直撃して砲塔内が綺麗になりました。10.5 トラ撃破。味方さんがだいぶ前に進んでいるので私たちも続きましょうか。今から向かっても拠点占領には間に合わないだろうし、後方支援しててもいいかも。それもそうですね。次撃たれたらどうなるかわかりませんからね。時弾装填完了、距離は確認済みだよ。よっしゃ、コッパリジン。ナイスです、IS2 粉砕。だいぶカットしまして、拠点でおじさんを補給してました。そんなことよりも外しちゃったわ、これは厳しいな。頭の上をかすめていってましたね。とっさ撃ちは普通わな。バックアップを使用して再出撃です。急ぎますよ。なんかシュプルムティガーが暴れてるみたいなんだよね。居場所は大体わかっているので見に行きますよ。
あの辺りにいるらしいんだけど。どこでしょうか、岩裏とかですか。いや、普通にいたわ、見落とすところだった。急いで卒業しての。350メートルだね。行くぞ行くぞ。あや。はい、シブルムティーバー撃破です。その後は拠点を占領して、爆弾で吹き飛ばされて、アルティメット降車砲を出したところで戦闘終了。お疲れ様でした。お疲れさん。それではリザルトです。被撃破数2、占領1、撃破数5、スコア2000でチーム内順位は6位でした。今回は最近増えてきた自走砲の流行りに乗っかって大口径榴弾砲を使用しましたが、運動弾と違って当てる場所を考えないといけないので戦ってる感がいいですね。でもな、レーザー速距離ついてればなって思っちゃうわ。いくらなんでもアナログすぎるよ。まあレート帯的にちょっと厳しいですね。もし仮につけたらレートが爆上がりしますよ。というかそもそもこの車両は戦闘用の車両ではないですし。そっか。7.0 で 165mm 振り回せるだけでもよしとしとくか。はい、それでは今回はここまでになるんですが、ちょっと早いですけど今年の動画はこれが最後になります。ウプ主の動画作成速度的に間に合わないとの判断です。新年一発目の動画でウプ主が挨拶するって言ってたからよかったら見てあげて。ウプ主が唯一出張ることができますからね。そんなわけで今日のところはこの辺で、今年も1年、私たちの動画を見てくれてありがとうございました。来年も動画のストックがある限り続きますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。来年もみんなにとって素晴らしい1年になることを願ってるよ。